みんな先に考えて動くことが遅くなる人が多いんじゃないかなと思うけど、まずは動く。そして失敗したら何がダメだったかを考える。そしてまた動く。これを忘れなければ少しずつ自分の中でダメだったことは修正できていって、そして必ずいい結果が自分の中で手に入れられるようになる。それを忘れないように。アーティストのガクトさんが故郷の沖縄で高校の入学式にサプライズで登場。学生生活で大切なことを語り、新入生の門出にエールを送りました。皆さんご存知、ガクトさんが駆けつけてくださいました。どうもこんにちは、ガクトです。今回 NS 高等学校の入学式に僕の故郷の沖縄の那覇キャンパスに呼ばれたこと、みんなの新たなために踏み出すこの瞬間に立ち会えたことを光栄に思います。みんなにとってね、いろいろこれからこう不安でいろいろ立ち止まったり足が一歩踏み出せなくなるとき、きっとあると思います。でもね、そんな時はそんな選択に迫られた時は、僕がずっと今までやってきたこと、これを思い出して自分で選択してください。僕はいつも常に何かで立ち止まったり足が踏み出せなくなった時は、この2つをどちらかを選択します。やるか、もっとやるか、好きな方を選んでいい。迷うっていうのは非常に時間の無駄です。なのでパッと決めればいい。やるか、もっとやるか。そうすれば君たちはもっともっと前に進めることができるようになります。常に行動が先、そして諦めないっていうこと、それを繰り返していけば必ず少しずつ自信は積み重なっていくものだから。だから立ち止まらないで、まずは動く。でダメだった時は何がダメだったかを後で考えるってことかな。みんな先に考えて動くことが遅くなる人が多いんじゃないかなと思うけど、まずは動く。そして失敗したら何がダメだったかを考える。そしてまた動く。これを忘れなければ少しずつ自分の中でダメだったことは修正できていって、そして必ずいい結果が自分の中で手に入れられるようになる。それを忘れないように。ガクトさんにお答えいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手でお見送りしましょう。頑張ってね。生徒たちへ祝辞を述べた後、取材に応じたガクトさんは、学生生活の過ごし方でその後の人生に大きな影響が出ることを自身の経験を通して熱く語りました。頑張んなきゃいけない時って必ず訪れるんですよね。それはどのタイミングであっても。だから学生時代の時に本当に頑張るか、それともその時を頑張らないで結果頑張ることを後回しにするかっていうだけの話で、絶対どこかでは頑張らなきゃいけないタイミングっていうのは来るんですよ。で、特にその学生時代の時っていうのは吸収できるものが本当に多くて、その時に頑張れる人たちっていうのは結果を出せる確率も上がるんですよね。なので
僕が自分の学生生活を振り返って思うことは、今やるか結局後でやるかっていう選択肢をどっちを選ぶかだけの話で、後になればなるほど辛いんですよ。頭も固くなっていきますし、なので今この学生の間にまだ頭が柔軟なうちに、いろんな失敗も含めて多く経験して、でその上でたくさんのものを得ていく方が後々の人生には大きく一歩リードしていけるんじゃないのかなっていうふうには思います。中途半端に何かをやっていても決して得られるものっていうのは少なくて、実際に自分の夢につながることがどうかそれは分からなくても、とにかく必死にやる、命をかけてやるっていうことをやってさえいれば、その過程の中で見えてくる夢っていうのが分かるようになるんですよね。なのでとにかく学校生活をなんとなくではなくて、本気で一つでもいい、命をかけて自分が没頭してやれることをやりきるっていうことをまずやってみて、本気でやるっていうことは必ず最後ご褒美が来るんで、それを忘れないでやってほしいなと。本気でやれば、本気でやっている友達が周りに現れるんですよ。中途半端にやってると中途半端な仲間しか増えないんですよ、それが後々の自分の人生にどれだけ大きな影響を与えるかっていうのは、それは分かるじゃないですか、やっぱり本気になれる仲間が集まるためには自分が本気になるしかないっていうことを理解して学校生活を楽しんでもらいたいなって思います。アーティストのガクトさんが故郷の沖縄で高校の入学式にサプライズ登場。学生生活で大切なことを語り、新入生の門出にエールを送る。テレビ朝日 AI アナウンサー花里ゆいながお伝えしました。